このテコの原理なんで、小さな金額で大きな取引ができる。これが実は FX の一番の特徴です。パカラッパカラ。皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えします。馬渕さん。はい。2022年、うん、かなりドル円レートが動きましたね。あ、去年ね。はい、うん、去年、うん。まあ今年もどう動いていくのかみたいなのっていつも議論されてると思うんですけど、はい、それを踏まえて FX を始めてみたいと思う方も多くなってきたんじゃないかと。まあそこでちょっと初心者向けに FX 入門講座を馬渕さんにやってもらおうかな。あ、面白い。ぜひ解説をお願いいたします。OK です。そもそもだよね、はい、FX って何なんだっていうそもそも論とかいろんなこう仕組みがあるのでベースのところをまず解説していきたいと思います。 FX とは、資料を作ったんだけれどもフォーリンエクスチェンジっていう英語の頭文字を取って FX なので、はい、外国の通貨をチェンジする、つまりドルと円を交換する、2つの通貨を交換するっていうのが FX の基本です。それをするとなぜこう利益が生まれたりとか損が生まれるのかっていうのがこの FX とはの図なんですけど、これ見てほしいんですよ。例えば、この100円の段階で、まだまだ100円からこう101円、102円の上の方に上がっていくと思って100円を買ったとしましょう。じゃあその結果、ドルが100円から101円に変化しますよね。じゃあこの間1円の幅の差が利益になるわけです、うんうんうん、これが FX の取引なので、1ドル100円の時にまだ上に行きそうかなと思った時に買っておくと、で上に上がったら売却する、この差が利益で、逆のことも起きて、じゃあ自分が101円の時に買っていてまだ102円103円っていくと思っていたんだけれども、逆の方向に動いて100円になっちゃった、そうすると逆の方向に動いちゃったんでこの差は損になるので損失を被るっていう、うん、こういう仕組みが一番ベーシックな FX のまず基本です、うん、でこれを理解してもらって、さらに FX にはレバレッジっていう言葉があるので、レバレッジって聞いたことあります？なんとなく。なんとなくね。はい。テコの原理は聞いたことある？はい、もちろん。ああ、それは習うよね。はい。こう、まあ、小さな力で大きなものを動かすみたいなのがテコの原理なので、これが FX にも実は当てはまります。どういうことかというと、小さな金額で大きな取引をしているかのような取引ができるので、後ほど、まあ、レバレッジをかけていない状態だったらどれぐらいの利益が出て、レバレッジをかけた場合だったらどれぐらい利益が出るのかっていうのを数字で腹落ちしてもらうために解説しますけど、はい、まずこの意味合いね、このテコの原理なんで、小さな金額で大きな取引ができる。これが実は FX の一番の特徴です。最大25倍ぐらいのレバレッジがかけられるっていう風になっています。ここまで多分なんとなく、うーんっていう感じだと思うので、はい、実際に10万円を入れて、レバレッジを全くかけない時に、為替を取引したらどれぐらいの利益が出て。で、まあ、25倍、ちょっとマックスはやりすぎなんで、20倍ぐらいのレバレッジをかけた時に、どれぐらいの利益が出るのかっていうのをこれ、試算出したもの。ちょっと見てみましょうか、はい、1ドル100円の時にまだ上に行くと思って買うと、100円50銭まで少し円が安くなったと、じゃあこの時10万円入金していて 0.5 円50銭の幅を取るという時にレバレッジ1倍かけた時にどれぐらいの利益が自分に得られるか計算すると、はい、500円なんですよ。100円のものが100円50銭になったと、で何もレバレッジをかけてない状態で10万円を投資した場合500円の利益が出ると、うん、なるほどなるほどっていう感じです。10万円で500円の利益が出る、これに20倍のレバレッジ、つまり10万円の投資なんだけど20倍のレバレッジをかけた場合どうなるかというと、計算式書いてますけど、1000通貨かける50銭かける20倍なんで1万円の利益が出ます。へー、10万円で1万円の利益が出る、これがレバレッジの仕組みので、うん、レバレッジを全くかけてなかったらもう一回1000通貨かける50銭かける1倍なんで500円です。
FX はこんな風に、まあ自分が持っている金額をより大きく、まあ見せて取引をできるので、50銭の動きで1万円もの利益が獲得できるっていう、こういう仕組みです。で、これ、100円の時は、こういう感じ。まあ、なので、レバレッジかけるのとかけないのでは、こんな風に差が出たりとか、買う通貨の値段帯でも少し利益の変動はあるんだけれども、やっぱりレバレッジかけるとすごいよねっていう感じです。10万円でこれ1万出るってことも 10% ですもんね。すごいですよね。でもそうなると、これもしかしたら裏返しで、下がるときも下がるんじゃないですか。そう、いいご質問で、そう、だから同じようなだけ損失が出る可能性があるわけじゃん。逆に動いたら。はい、怖いですね。そう。そこを未然に防ぐ方法が、ロスカット、強制決済っていう仕組みがあります。聞いたことある。なんかちょっと怖い言葉で、おどろおどろしいんだけれども。そうですね。決して怖い仕組みじゃなくて、これは、未然に自分の資産を守るための仕組みだというご理解。になります。つまり、反対側に動いちゃったら、50万円入れていたものが、マイナス1万、マイナス2万、マイナス3万、究極マイナス10万、マイナス12万、自分が預けていた金額よりも、掘り下げて赤字が出ることがあるわけですよ。それやばいですよね。そういう可能性があるのが FX です。なので、そこまで行ってしまったらもう、まあ、追加でお金入れないといけないので。出た。怖いよね。破産しちゃうやつじゃないですか。そう。なので、そうならない手前に、口座の資金をある程度の段階で守れるように強制的に決済するっていう仕組みがあります。それがロスカット。ですね。ロスカット、強制決済とはどういうものかというと、すでに例えば小林さんが持ってるポジションが、はい、あれよあれよと真逆の方に動いちゃった場合に、もうこれ以上ダメと。これ以上小林さんの資産を減らしちゃうので、もう損切りさせてもらいますというと、強制的にバサーンと決済するという仕組みです。まあ、いろんな水準ありますけど、まあ、証拠金維持率 100% を切っちゃうと、もう勝手に決済しますよという仕組みが備わってます。なので、FX のトレードをするときに、証拠金維持率が何かっていうのはしっかり見た方がいい。そういう仕組みになります。じゃあ、この、証拠金とロスカットをうまく活用するというか、まあ、FX の結構大事な仕組みなわけですね。そうです。おっしゃる通り。まあ、なんとなく分かったじゃないですか。そういうもんなんだと、はい。実際に、ロスカットって何円ぐらいカットされるのかとか、どれぐらい為替が動いたら、損失がどれぐらい確定するのかっていう、なんとなくの数時間欲しいじゃないですか。そうですね。イメージがまだ具体的なのが湧いてこないですね。それが次のスライドで、はい。もう一回、100円の時に買って、100円50銭で利益確定するつもりだったんだけど、逆に動きましたと。で、崖に動いた時、レバレッジ20倍かけてた時に、どれくらいまで値段が下がったら、損が勝手に損失されるのかっていうのを、まあ簡単な試算なんですけど、で見ていただくと、100円のものが99円、ロスカット発動、つまり1円ですね。1円値段が動いたら、もう、強制的に2万円を損失確定して、で、口座に残るお金は8万円にしますっていう仕組みです。これだから、ロスカットの仕組みがなかったら、99円、98円、97円でどんどん損が拡大していって、口座10万円のものが減っていくわけじゃないですか。はい。だけど、もう2万円までいったら、マイナスが。もう勝手に損切りして、手元には8万円が残るようにしますっていう仕組みです。8万円あれば、実はもう一回チャレンジできるんですよ。FX 全然、チャレンジできるような水準なんで、何度でもこう、チャレンジできるように、資産を守るっていうことですね。これが、まあ、3万円とか2万円までもう資産が縮小しちゃうと、ちょっとチャレンジもやりづらいっていうか、なるので、こういう仕組みだということです。で、同じように130円の時でも見てみると、どれぐらいで幅が動いたら、130円だったものが、ロスカット発動、128円50銭まで、為替が動くと、だいたい1円40銭動くと、2万2000円をの損失確定して、口座には7万8000円残るみたいな。こういう感じです。これでなんとなくこう、ロスカットってどれぐらいやられるのかっていうのが、肌感覚としてこう、腹落ち、どうでしょう、できてきそうでしょうか。そうですね。なんとなくイメージはつきました。よかった。じゃあ実際に、私が使ってるマネパの、はい、画面で、ロスカット
あえてされましょうか、リアルタイムで。はい。まあ、おおよそ10万円口座に入ってますと。取引余力、純資産今10万円ですよね。はい。これ私の実際の口座ですと。右の方に取引可能数量って書いてますよね。はい。これ18,500の単位で取引できます。マックスこれまでと取引できます。じゃあ、数量18,400ギリギリ攻めて取引して、勝手に強制決済される瞬間をちょっと見てみましょうかと。はい。これ1分足で今お示ししているんだけど、まあちょっと動いてるね。どっちに出るかちょっとわからないんだけれども、上の方に上がりそうだから、損失出る売りから入ります。強制決済。うん。はい。で、今本当にギリギリ攻めてやっているので、少しでもブレて損失が確定すると、強制決済される可能性がありますと。で、今下にこうなんかプラス160とか180とか出てるでしょ？はい。これ今の利益です。これが真逆に動いて損失が大きくなると強制決済されちゃうという感じ。なので今10万円の取引で220円とかの利益が出てるって感じ。そんな感じかな？うん。あ、ちょっとあれだね。下に動いてるね。うん。利益確定しちゃおうかな。じゃあまず。下が強いね。うん。300円。ちょっともうこれ利益確定します。なんで今300円ぐらい取れましたと。うん。損切りされたいんで、じゃあやっぱり下圧力は強そうなんで、うん、買いの力が強くなって難しいな。よし、じゃあ売りからいきます。損切りさせるために。はい。うん。よし、今上が強いから、どん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 損が確定して、400円。すごい動いてますね。わーって400円。なってるなってる。結構いく、2000円ぐらいいくと、損失確定するんだけどね。みたいに、今だから真逆の損切りさせるために、あえてこう真逆のポジション取ってるんだけど、上が強いよね。うん。だから、ポジションは結構赤色 ?220 とか300とかさ、うん。マイナス出てますね。って感じ。これが行き過ぎると、ガチャンっていう風に損切りされて、うん、で、ちょうどこの証拠金一律のところも、左上のところを見てほしいんですけど、はい、101% ってなってるじゃないですか。これ 100% 切ったら強制決済されるので、めちゃめちゃギリギリでやってるって感じ。うーん、で、こういうのはあんまり良くない。180とか 200%、250% とかの余裕のある取引を皆さんにしてほしいので、ギリギリは攻めないっていう感じです。うん、なんだけど、強制決済の瞬間、どんな感じになるのかって見せるために、今、ギリギリの取引でやってるって感じです。どんどん損失が大きくなってますね。うん、なんとなくわかりました。うん。よかった。あ、今動いてるわ。ちょっともう一回画面見てもらえる。800円とか。100%。切りそうだね、もうすぐ。いきそうですね。うん。これもう一段上行ったらガチャーンっていう損切りになるので、ちょっと見ときましょうか。はい。はい。あと200円ぐらい損が出たら確定って感じかな。あ、いきそう？あ、いきそうですね。あとほら、98円。あともう、あ、強制決済になりましたって感じ。わかった？なるほど。小林さん、読み通りですね。OK？ はい。で、これじゃあさ、どれぐらいやられたのかさ、見ましょうかと。小林さんもお金が。もう1399円ぐらいか。みたいな感じです、うん。なるほど。なんで、まあまあやってみてくださいって感じかな。今すごいなんか臨場感ありましたね。うん、そうそう、こんな感じで、まあ一回触ってみて、はい、怪我のないような数字でさ、はい、やってみるといいと思いますよ。これがまあ損切りのリアルな瞬間、一応お見せしましたと。まあ思ってるよりはあんまり怖くないよね。そうですね、なんか、ああ、うわ、全然間違えたっていうくらい、ならないと一応、そこのロックスカットにはならなそうだし、っていうのも一応感じられたんで。うん。まあ、100% ギリギリ攻めなければね。はい。なおさら安心ですよね。安心なので、まあ自分の金額、まあ、10万円超えてたじゃない？私、さっき。はい。口座。それが99,300円になったと、うん。全然チャレンジできるね、これまだまだ。本当ですね。うん。っていう、そういうためのものだということなので、はい。まあ、ロスカットはご認識いただけたのかなと思います。ありがとうございます。ちょっと気になったのが、うん、ロスカットのあの、値動きもそうなんですけど、証拠金一律のこの 100% っていうところがまだよくわかってなくて。うん。それね、いちいち計算しなくても実はよくて、はい。この、例えば、マネパの口座状況ってところを見ると、はい、こちらにあるように、証拠金一律何パーセントですっていうのをアプリで、表示してくれてるのよ。これ見ていただくと、124% って書いてあるじゃない？はい。なんで、ああ、ちょっと今結構自分、やばいなっていうか、100% 近い
ところまでポジション持ちすぎてるなとかさ、うん、もうアプリでわかるので、ここで確認します。なるほど。うん。なので、まあ、あんまりリスク取りたくないんだったら 200% とかさ、それぐらいのパーセンテージになるようにポジションを少なくすると身を守れるっていうか、そういう感じです。まあ、これ、どうよそどうだろう ?FX の基本の木ぐらいはお伝えできたんじゃないのかな、どうだろう。いや、もう、自分がやってるようなつもりで、見れました。本当？はい。なので、FX のそもそもの今日は仕組み、どういうロジックで動いてるのかっていうことと、レバレッジ、どういうものか。で、証拠金維持率。このあたりをお話しできたので、うん、あとはちょっと触ってみる。デモトレードとかもあるので、このあたりを触ってみて、やってみると楽しいかもね。すごい。楽しかったです。確かに見てて。見て楽しかった？なんで、やっぱり、どうそうね。ちょこ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 さ、10万円でもさ、例えば1000円とかさ、こう、利益が出るわけじゃない？なので、やっぱ、今、物価高の中でさ、資産防衛っていうかさ、まあ、税金取られた後になりますけど、2000円とか3000円とかでもさ、利益が出れば、それでちょっと美味しいもの食べたりとかさ、なんか遠出したりとかできるので、なんかすごくそういう使い方もできます。うん。なんか面白いですよ。実際に私が使っているマネパさん、はい、何がいいかっていうと、100通貨からできるので、一般的に今1000とか1万通貨とか、こう最低参入できるこう通貨の単位っていうのが、大きい場合があるんですよ、はいはいはい。そうすると手元資金が結構いるので、100通貨から入れるので、かなり少額で取引できます。これは非常に魅力的なので。それはいいですね。うん、初心者の方は多分大きい額かけちゃうと、すごい多分、うん、いや、そもそもハードル高いよってなっちゃうと思うね。そう。なので、手元資金がそもそもすごくいるのよ。1万通貨とかだったら。なんで、100通貨からなんで、かなりこう、参入障壁が低いので、これ本当にいいですね。若い世代とか、いろんな世代の方にとって、100通貨って魅力的です。僕もパッと始められちゃいますね。そうそう。で、実際に、あと、マネパのナノだと、スプレッドが 0.0 銭なんで、ほぼこうコストゼロで取引できるので、だいたいこう取引するときに手数料を取られちゃうんだけど、それがコストゼロで取引できるっていうのがめちゃくちゃ魅力的なんで私使ってるって感じ。めっちゃいいじゃないですか。うん。あとさっき私1分足とかでさ、お見せしたので、はい、まあ、スキャルピングって言われてるこう短期のトレードになっちゃったんだけど、はい、それ自体はまあ、あまり良くないので、もうちょっと、長い足、はい、日足とかさ、はい、で見てほしいんだけど、見てて一応面白かった。面白いんだけど、あれでガチガチ取引するというか、短期トレードはもうちょいできるんだけれども、あんまりそれはちょっと危険なので、もう少し長い足でやってほしいっていうのは一点。ああいうのはもう超短期のスキャルピングみたいな感じだ、うん、そうそうそう。なんでまあまあまあ、なんか見る具合ではいいんだけれども、その程度スキャルピングはちょっと、控えてほしい、やめてほしいなっていう感じです。ああ、なるほど。で、スマホでも手軽にできるので、こう、ポチポチね、休み時間とかにトレードできるっていう感じなので、ぜひぜひね、一回ね、この、アプリで遊んでみてほしいなと思います。ロスカットが設定されてれば、多少放置することもできるんですよね。あ、そうそう。だから、先ほどみたいなパーセンテージでガツッとこう、ロスカットきますけど、ちゃんと口座に資金が残るんで、もう放置してても、またチャレンジできるっていう感じなので、すごくいいですよ。まあ、じーって見るのも別に面白かったですけど、普通に、普段仕事してたり、なんなら張り付いて見るなんて、なかなか忙しい方はできないですからね。そうですね。じゃあなんか、ある程度それこそ1日だったりとか、短期でもそんくらいですかね。そうです。なるほど。うん、なんかいろいろ仕組みっていう部分が見えてきたかなと思って、なんかやるイメージも全然湧いてきちゃったんですけど、これから始めるにあたって注意することだったりとか、まぶしさん、市況のそれこそニュースで、経済の話してくださるじゃないですか。はい、そうなるとやっぱりドル円の話とかもあって、ニュースだったりとかそういうのにインパクトあるわけじゃないですか。うん、そういうのの向き合い方というか、じゃあどうやって FX と向き合っていったらいいのか、付き合っていったらいいのかっていうのを、ちょっとお伺いしておきたいなと思いまして。そうね。だから、経済指標のお話、これまでたくさんしてきましたけど、雇用統計とか、はい、FOMC が開催されるとか、はい、前後はちょっと気をつけた方がいいです。ああ、なるほど。つまり、めちゃめちゃ動きやすいというか、値幅が出るので、その前後、まあ、特に前はポジションを外すみたいなのは初心者はやった方がいいです。
真逆に動いちゃうことが多いので。なるほど。結構そこは鉄則ですね。そうなんですね。いや、なんか、いう話を聞いてると、バブツの話聞いてると、うわ、こんな動いたんや。じゃあちょっと、やってみよう。みたいな気持ちになっちゃいがちですが、それはちょっと危ないってことですね。そう、なので、物事が確定した後に、その後、なんかトレンドを見て入るのはいいんだけど、うん、この指標が何が出るかっていうところにかけるっていうのは、もう博打なんで、それはトレードじゃないじゃないですか。うん、はいはいはい。なので、その指標にいいものが出るか悪いものが出るかっていう、どっちか勝手に予想して、良いものが出るんだったら買っておこうみたいなのはもう博打なので、そういう指標トレードはしないっていうのが鉄則です。気足立っちゃいますもんね。そう。当たった時は確かにめちゃくちゃ値幅出ますよ、いきなり。はい。でも、その分、外れた時は同じだけガーンと損失が出るし、非常に危険なので、これは絶対にやめた方がいいので、まあ重要と言われている経済指標が発表される前後は、ポジションを持たないということが大事です。なるほど。ちなみにそれこそ売るポジションを取るのか買うポジションを取るのかっていうのってチャートを見たらいいんですか、うんうん、とりあえず。そうですね。値動き。うん。値動きもそうだし、そうね。今いくらなのかっていう水準も見たりとか、あと過去の、まあ、チャートを見るとこうどういうふうに動いてきたのかっていうのが見れるので、うん、結構行き過ぎてるなっていうタイミングでそこから買いに行ったら、それはもう値幅取れないので、チャートも見ると。うん、チャートの材料と、あと、今、指標とかはダメなっていう話だったとは思うんですけど、うん、じゃあ、米経済がどういう方向に進んでいくかとか、常に最新のニュースを見ておくっていうのは、材料には一応していいんですか？そうね。だから、アメリカの経済の、はい。まあ、利上げ、今やってますよね。金利を引き上げると。はい。これが、じゃあ、どこぐらいまで上がっていって、どこくらいまでで停止しそうなのかっていう感覚は多分持った方が良くて、これによってなんかドルが人気化するのかドルが不人気になるのかっていう大きな流れはまず理解してほしい。急速に変化するわけじゃないので、基本的にまあ利上げを続けていてどこかのためにやめるみたいな、このあたりのニュースはキャッチすると。この大きなトレンドを決める一つ一つに雇用統計とか ISM とかまあ FMC があったりとか、いろんなこう指標とかイベントがあるんですよ。で、その前後は非常に危険だから取引しないって感じ。なるほど。これ実際にそのポジションを持ったとして、それこそどれくらいの期間で売却というか、いわばそのポジションを離すみたいなのはするようなイメージとかあるんですかね、うん、期間的な。そうね。まあ 1、2週間っていうか週単位のものもあれば、月単位のものもあるけれども、うんうん、今結構為替動いてるから3週間4週間みたいな単位で見てみるといいかな、うん、まずは最初は。なるほど、うん、そしたらちょっとあれですね、腰を据えて見れるし、うん、いいですよね。そこまでこう浮き足立ってないようなスパンで見て、うん、で、まあ、その分結構値幅が取れたりするので、1回の取引で例えば10万円に対して数千円取るみたいな、そういう取引になってきます。そのくらいがちょうどいいかもしれないですね。確かに、うん、半年後とか言われたらどうしようと思ってました。僕忘れちゃうなと思って。そうね。まあそういう取引もあるんだけど、でもまあまあ今結構値動きが出るので、それぐらいで結構決着出るかもね。週単位で。まあなんなら、まあ一日とか、それ前後くらいだったら、ちょっと毎日気になったりしちゃいますから、2週間、3週間とかっていうのはちょうどいいかもしれない。ちょうどいいですね。ありがとうございます。はい。実際私が今使っているのが、マネーパートナーズさんのナノなんだけれども、はい、やりやすいし、さっき言ったみたいに、まあ、100通貨からなんで、かなり少額からスタートできるという感じなので、ぜひこのアプリで一度遊んでみてほしいと思います。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。今回の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録までどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。